はい、こんにちは、しあすかです。心の理解をみんなの幸せということで、心理学講座の第42回になります。はい、前回のまとめです。社会行動とは社会的環境における行動ということで、大事なのはまずその人間関係の起点、中心にいる自分自身、人間関係の中心にいる自分とは誰かというのをできるだけ正確に把握するということですね。そしてその周辺に広がっている影響を与えた、自分自身を作っている周囲の人の人間関係ということですね。で、これはもう卵が先か鶏が先かというような感じなので、自分自身が自分を作りながらも同時に他者からの影響を受け、他者に影響を与えているということです。だから自分が変われば人間関係は変わるんですけど、人間関係が変われば自分が変わるという言い方もできるわけですね。で、この2つを通して学びながら社会にふさわしい行動を取るようになるということです。そして様々な同一化、親に対しての同一化、学校の先生に対しての同一化、友達に対しての同一化、もしくは仮想空間、バーチャルですね、映画とかテレビとかインターネットにからの同一化、いろんな人に対しての観察学習とかを経ながら、それらのバラバラの真似ですよね。真似を通じた学習というのが統合されて、私というのはこういう人間だというのが確立したとき、それが自我の確立、アイデンティティ、自我同一性ということで、前回をお話をしています。はい、ご視聴感謝してます。今回第42回のテーマは社会的認知です。ぜひ最後までご視聴ください。はい、今回は自己の認知、他者の認知、そして帰属過程ということで3つ見ていきたいと思います。はい、まず認知ということですけど、人はある特定の認知の仕方、認知の仕組みというのを持っているということですね。だから人によって物の見え方っていうのが違うということです。簡単に言うとね。なぜなら自我があるからということです。その人は私という人間はこういう人間だというある特定の考え方、思考があって、その考え方、思考を通じて物を見たり、人を判断したりしてるんですね。だから自我というメガネをかけながら、人や出来事や役割などを見てると。だから人によってみんな見てるものがバラバラだということなんですよ。ね、赤いメガネをかけて世界を見れば、世界全体が赤く見えます。青いメガネをかけて世界を見れば世界が青く見えますよね。同じように人っていうのは、 A さんっていう人は A さんという自我のメガネをかけながら世界を見てるから、当然 A さんらしく世界が見えてるということです。 B さんは B さんという自我というメガネをかけながら世界を見てるので、 B さんらしく世界を認識しているということになるわけですね。なので人っていうのはね、それぞれの人が人間ってこういうもんですよねとかね、あの人はこういう人だとかね、社会とはこんな場所だというようなものの見方、ものの見え方っていうのをしてるんですね。だからある人が見れば何でもネガティブに解釈するし、ある人が見れば何でもポジティブに解釈するし、それは人間に対しての評価、他人に対しての評価、社会に対しての評価、全てが変わってくる。それは見えてる世界が違うし、認知ですね、その脳が認識して判断してる世界が、一人一人全くバラバラということで、そういう意味で特定、特別だということが言えます。で、認知が特別なので、人の発言の 99.99% 以上は真実や真理ではなく、本人の意見や解釈ということですね。ありのままに世界が見えてる人もいないわけですよ。ありのままに他人が見えてる人もいないわけです。みんなその人なりに解釈して判断して、そして発言してるんですね。だから発言を聞いた時にね、そっちが正しいんだって思う人は全く本当はないんですよ。なぜならその人なりの意見や解釈であって、それが真実かどうかっていうのは全く関係がないんですね。でもほとんどの場合はね、そういうふうに思わないわけですよね。自分と違う意見が来た場合に相手が正しいんじゃないかっていうふうにこう無意識に思うわけですけど、ね、実際は他人の意見っていうのは真実とか真理とは別物です。それは本人なりの世界の見え方、本人なりの人の見え方、本人なりの他者の見え方であって、その本人の意見や本人の解釈なんですね。だからといってその他人の意見や解釈に全く価値がないっていうわけではないんですけど、真実や真理というわけではないということはぜひ知っておきたいということです。
ありのままの人や出来事を見るためには自我というもの、私という人間はこういう人間だという自分が自分に対する評価というものが消えている必要があるんですね。自我が消滅している人はいわゆる悟った人であり、その人だけが、まあ、例えばね、昔であれば釈迦とか、そういう人だけが本当のありのままの人とか、ありのままの世界、社会というのを見ることができるわけです。あとのね、まあ、99.999999% 以上の、まあ、普通の人というのは、自我というフィルターをかけながら、メガネをつけながら、社会を見て人を見ているということです。しかし、実際の現実社会ではね、人はある特定の認知の仕方、枠組みを持っていると知りながらね、まあ、この人はこういうものの見方をしてるんだと、こういう世界の見え方、他者の見え方がしてるんだということを知りながら人間関係を結ぶということが大切になります。だからね、むやみやたらに肯定する必要もないんですけど、むやみやたらに否定するわけではないんですよ。少なくても相手はそれが正しいと思いながら、自分が見えてる世界で自分の見えてる世界を元にした意見っていうのを述べてるわけですからね。たとえそれは自分と違っても当たり前なんですよ。自分は自分というメガネをかけながら世界を見、相手は相手というメガネをかけながら世界を見えてるわけだから、すべてね、相手が正しいとかって言ってね、むやみやたらに肯定する必要もないですけど、逆にむやみやたらに否定する必要もないんです、ね、違って当然なんだな。あ、これは自分のものの見方に基づいた意見解釈であり、相手は相手のものの見え方に基づいた意見解釈だということを知っておけば、逆に良好な人間関係っていうのを結ぶことができるということですね。まあ、別に議論したり紛争したりね、争い事を起こす必要は全くないということです。はい、社会的認知って何ですかということなんですけど、自と他の性質ですね。自分自身に対しての評価、他人に対しての評価、対人関係、または社会環境や出来事などをどのように見て、どのように認知、判断、解釈しているかに関する知識や習得過程ということですね。で、自己の認知ということで、自分が自分をどういうふうに認知しているかということですけれども、自分自身に関して抱いている様々な考えというのが一つのまとまりとして体系化し、自己概念、まあ、いわゆるセルフイメージですね、を形成しているということです。だから、まあ、自分自身がね、親の影響を受け、学校の先生の影響を受け、友達の影響を受け、ね、親戚の影響を受け、そして仮想空間ですね、テレビとか映画とかインターネットの影響を受けて、バラバラ、それぞれね、あの人のこういったところがね、すごいとかね、真似したいとかね、取り入れたいということで、どんどん観察学習で自分自身を取り入れていって、バラバラの状態が一つの統合されると、ね、自我っていうのが確立して、私ってこういう人間です、こういうことが好きで、こういうことが得意で、こういうことが強みとか長所ですっていうことが、まあ、確立するわけですよね。で、それがセルフイメージになるわけです。で、セルフイメージ、自己概念には評価に関する感情が含まれているので、自尊感情とも言いますということで、自分が自分に対して持っている評価と、相手から自分への評価っていうのが違うと、当然ね、嫌な感情がするわけですよ。私は自分のことをこう思ってます。しかし人はそういうふうに評価してくれませんでした。あの人は私のことが分かってない、つまり嫌いという感情になるわけです。逆に自分自身は自分のことをそう思っていると。他者も自分のことをそういうふうに評価してくれた場合は、相手に対して好きとかね、好意っていうのを抱いたりするわけですね。で、一般的に親に温かく受容されながら育った人っていうのは自己概念、セルフイメージっていうのが高いんですね。現実っていうのはもう良くも悪くもセルフイメージ通り展開していきますので、やっぱりセルフイメージっていうのは基本的には最初はですよ。最初は高い方がいいんですね。その自我が確立して、まあ要するに20歳前後で自我が確立して、ね、その自我に基づいて20代、30代、40代っていうふうにこう人生っていうのが展開していくわけですけど、一般的にはセルフイメージイコール人生って言っても過言ではありません。ただそれで乗り越えられない壁っていうのが必ず来るんですよね。なぜなら本当はありのままがいいからです。ありのままその自分の自我というフィルターをかけずに、人とかね、物事とか社会出来事っていうのが判断できるようになるのが一番理想なので、いつかはね、必ずこう自我が崩壊しないとその先の世界っていうのはいけないんですけれども、でも、まあ一般的にその人生の前半戦ですよね、まあ、前半戦、いわゆる40歳ぐらいまでの前半戦で置けば、やっぱりセルフイメージが高い方が一般的に人生っていうのはうまく展開しやすいということが言えます。で、セルフイメージに基づいて、セルフイメージに合う評価であれば、
いい感情ですよね。自分にとって望ましい感情が出てきて、逆にセルフイメージと合わない評価なり出来事っていうのが来ると、自分自身がすごくマイナスの悪い感情っていうのを抱きやすいと。で、それが自尊感情ですね。で、自分が自分っていうものを尊重し尊敬している感情ということが言えると思います。はい、自己認知の過程ということですけど、じゃあどうやって自分自身を認知していくか、私っていうのはこういう人間だっていうことを認知していくか、その途中過程はどういう感じかというと、人は他者との比較を通じて自分の意見や能力を明確にしようとするということですね。まあ、他者っていうのが自分自身を映す鏡なんですよね。で、例えばあの人は身長が高くて自分は低いとかね、まあ、もしくは自分はあの人よりも高いとかね、体重はあの人よりも太ってるとか痩せてるとか、全部こう相対的なもので作られていくわけです。私は字が綺麗とか汚いとかね、走るのが速いとか遅いとかね、勉強ができるできないっていうのも全部他者との比較なわけです。絶対的な評価ではなくて相対的な評価なんですよね。それでどん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 自分っていうのはね、あ、例えば身長は高い方だとかね、体重は痩せてる方だとかね、もしくはその走るのは得意だけれども算数はあまり得意ではないとかね、っていう感じでだん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 こう自分自身っていうものに対しての評価っていうのが決まっていくわけです。で、比較っていうのはこれはね、無意識に自我は自分自身っていうのをね、大事だと思ってるし守ろうとするんですよね。だから無意識に自己評価を高めるように、またはそれ以上悪くならないように行われますということです。だからね、自分自身がいい感情が持てるように評価をしていくということなんですね。だからこう自分より下の人を見下すのは好きなんですよ、ね、それは道徳的にいいかどうかは別にしても、人っていうのはそういう生き物なんです。自分より下を見つけて安心を感じるんですね。もうその典型的なのがニュースですよね。ニュースっていうのはもうね、あの社会的犯罪者とかね、悪いことをした人とかね、失敗した人っていうのをこう報道するわけです。で、あれでね、徹底的にこう叩く人がいますよね。直接的にしても、そのネットを通じた間接的にしてもね、叩く人がいますけど、あれはね、簡単に言ったら自尊感情っていうのを満たそうとしてるわけです。自分よりも下の人を見つけてね、こう私はあの人よりも優れてるっていうのをね、行動に示してるわけです。逆に自分より上の人をね、引きずり下ろそうともするわけですよね。気に入らないわけですよ、簡単に言ったらね。自分よりも評価が高いっていうの人を見つけると、ね、自分は相対的に低いっていうことになるから、その人をね、引きずり下ろすような行動になるわけです。ね、だ自尊感情っていうのが強ければ強いほど、ね、行動とか態度っていうのが歪んでいくんですよね。そう、公平じゃなくなるわけです。で、うまくいった場合、何かやってうまくいった場合はね、自分の才能や努力に帰属させるということですね。これは私が頑張ったからうまくいったんだっていうふうに感じるんですね、人っていうのはね。逆にうまくいかなかった場合は、私は頑張ったんだけど、あの人のせいでうまくいかなかったとかね。もしくは時代が悪いとか国が悪いとかね、政治家が悪いとか官僚が悪いとかね、まあ、そういうふうに帰属させるわけです、原因をね。で、いずれも自尊感情を上げる、もっともっと自分が気持ちよくなっていく、もしくは自尊感情というものを守るためにそういうことで無意識の評価というのをやりながら生きているということです。で、栄光欲ということで、欲っていうのはね、あの日光浴みたいな感じで浴びるっていう感じを使うわけですけど、栄光欲っていうのも人は無意識に持ってるんですね。自尊感情を高めるために高い評価を受けている他者と自分自身の間に何らか結びつきがあることを強調するということですね。逆にその自分自身を満たすためにね、あの上にいる人を引きずり下ろす、それは嫌いっていう感情を持っている人に対しては引きずり下ろすような行動に出るんですけれども、逆にね、自分が好意を抱いている、好きだと思う他者に対しては何らか自分は関係がありますっていうのをこうね、一生懸命アピールしようとするんですね。そのアピール、一生懸命こうアピールすることをね、栄光欲というふうに言ったりするわけです。例えば高校、大学、会社、地位、成功者に対してね、ブランド志向を持つということですね。だから出身高校、出身大学、すごく大学の名前が大事、高校の名前が大事っていう人はそれだけ自我が強いんですね。プライドが高いわけです。ね、もしくは会社、どの会社に
就職してるかとかね。で、自分がこのね、自我が大きくて強くてね、ブランド志向があると、他者もブランドで見るわけです。ね、あの人はどこどこ高校卒とかね、あの人はどこどこ大学卒とかね、あの人はどこどこ会社に就職してるとかね、あの人は大会社のね、部長だとか取締役だとかね、そういう感じで、こうね、自分自身がブランド志向の場合は他者もブランド志向で見るんですね。で、自分自身がブランドっていうのにこだわってない人は他者もブランドでは見ないわけです。ですけど、まあ、今回は栄光欲っていうことで、ね、あの、なんかね、私はあの大会社のね、取締役と知り合いなのよとかね、それこそブランドものですよね。グッチとかシャネルとかね、ルイ・ヴィトンとかっていうのを持ちたがる。車だったらね、ベンツとかフェラーリとか、ね、そういったものに乗りたがるっていうのは全部これですよね。栄光欲です。結局自分自身の自尊感情っていうのをね、他の別のも、ね、ブランドで、なんとか埋めようとか高めようというふうにこう無意識にしているわけです。逆にノーベル賞を取ると急に親戚が増えるということでね、今まではね、何の関係もないと思ってたわけですけど、なんかね、ノーベル賞みたいなのね、取るとね、私はね、あの、ノーベル賞を取ったあの人とね、のお父さんと同じ小学校の同級生みたいなね、まあ、そういうことでね、なんとかなんとか自分がね、そのノーベル賞を取った人とこう関わろうとしてね、あの急にね、のノーベル賞を取った本人からするとね、やたらと親戚が増えるというようなことが起きるわけですけど、そのなんかね、一人すごい人が出るとね、自分はその人と関係がある人なんだっていうことを一生懸命こう自己アピールしようとするんですね。こういったのは栄光欲というふうに言っているわけです。はい、それからセルフハンディキャップということで、やる前にうまくいくかの確信が持てない場合ですね、あ、これうまくいくかな、うまくいかないかな、わかんないなっていう場合に、結果が出る前に不利な条件があることを他者に主張するとね、いや、実際ね、今からこうやることっていうのはね、ちょっとね、あの、こういう、環境なので、難しいかもしれない。でも今だったらね、もうまさに不景気とかね、円高とかね、デフレとかね、まあそういったことをもうね、一生懸命ね、いや、今不景気だからね、とかね、あの、いうような感じで、こう、前もっても先に言い訳しておくというような感じですね。もしくは、自ら不利な条件を無意識に作り出す。これがやっぱり人間の怖いところですよね。普通だったら絶対やらないようなことっていうのをね、無意識にやって、でわざわざ自分を不利な条件に落としてからやってしまうというようなことをするわけです。もちろん本人は無意識なのでやってることに気づかないわけですけど、ね、それやったらまずいでしょうというようなことをね、やってやってしまうということなんですね。で、そして実際不利な条件っていうのをね、他者に一生懸命アピールしたり自分で作り出しているわけですから、実際に失敗した場合ね、ハンディキャップのせいにして自尊感情を守ると、ほらね、やっぱりうまくいかないと思ってたんだよ、みたいなね。いや、こんだけね、不利な状態だったらね、まあ、ここまでやれたなら、まあ、むしろ上出来じゃないだろうか、みたいな感じで自尊感情っていうのを守ろうとするわけです。逆に成功した場合はね、不利にもかかわらず達成したとして自尊感情っていうのを高めようとするんですね。俺はね、こんな条件にもかかわらずね、うまくいったんだっていうことでね、あの成功体験をね、こう武勇伝として語ろうとしたりするわけです。いずれにしてもね、あの自我ということです。自我に基づく自尊感情を守ったり高めようとしたりするということです。はい、今度は他者への認知ということで、じゃあ今度は自分が他者をどういうふうに認知するかということなんですけど、他者の認知で実は顔の認知というのはとても重要な要素になっているということです、ね、道徳的にいいとか悪いとかね、倫理的にいいとか悪いとかではなくて、これはもう事実なんですよね。人は見た目が9割っていう言葉がありますけど、実際は人は顔が9割なんですね。だからパッて見た瞬間にもうその人の顔を見てね、あの大体もうその人への評価っていうのがもう9割方決まっちゃうと、無意識にね、その人と仲良くなりたいとかね、嫌いだとかね、もう生理的にダメとかね、もうそういったのがもうほぼ決まってしまうという感じです。そうなると非常にこう現実っていうのは厳しいですよね。ね、自分自身のね、才能とか努力とかね、性格とか知ってもらう前にもう顔で合否が決まってしまうということなんです。だからやっぱりね、あの顔に関しては努力する必要があるんですよね。自分の顔っていうのはね、生まれつきだとかっていうふうになるかもしれないんですけど、でもね、やっぱ努力できるんですよ。ね、例えば髪型を変えるとかね、まあ、女性だったらお化粧をするとかね、
少しね、こう標準体重にするとかね、あまり太りすぎてるんだったら、やっぱ標準体重に近づけていくとかね。あと人の顔ってね、変わるんですよね、必ず。特に40を超えたら自分の顔に責任を持てとかっていうふうに言うわけですよ。で、40歳までっていうのは、ね、親の影響、生まれ育った環境、遺伝子などの影響っていうのは大きいわけですけど、40以降っていうのは、それまでの40歳までにどういう考え方、性格で自分が過ごしてきたかっていうのは顔に出るんですね。具体的に言ったら、いつも不機嫌そうな人といつも明るそうな人とかね、いつもなんかね、暗い感じの人といつも明るい感じの人とかね、ネガティブな考え方がネガティブな顔の印象に出て、ポジティブな考え方がポジティブな顔の印象に出るんですよね。あとはその怒りっぽい人はやっぱりね、こう眉間にシワが寄っていてね、で、眉毛がこう吊り上がっていてね、口がへの字なんですよね。逆にね、いつも笑顔とかを心がけてる人っていうのはね、眉毛がこう柔らかいんですよね。丸い感じになっていて、口角が上がっていてね、なんかいいことでもあったんですかっていう、思わずこう声をかけたくなるような顔になってるわけです。だからね、人は見た目が9割っていうのはもうぶっちゃけ人は顔が9割なんですけど、その顔っていうのは先天的な要素と後天的な要素があって、努力でもね、人の印象っていうのは変えられるわけです。で、多くのね、こういうね、心理学とか勉強する人は、ね、とにかく自分の勉強とか努力とかね、才能とか性格とかっていうのにすごく興味が向くんですけど、本当に社会的に評価されたいとかね、人間関係良くしたいってなったら、やっぱ顔を努力する必要っていうのはあるんですよね。それは道徳的にね、いや人はね、外見じゃない中身だとかっていうのはね、正論なんですけど、確かにね、外見後はそれだけ重視されるとね、あまりね、正しくね、事実を認識できないっていうのは事実なんですけど、でも人はね、不合理なんですよ。合理的じゃないんです。だから、やっぱりね、もう人っていうのは顔で判断するものなんだっていうのを受け入れた上で、じゃあ自分ができる顔の努力、ね、髪型を変えるとかね、清潔にするとかね、綺麗好きになるとかね、女性だったらね、お化粧をするとかね、男性だったらできるだけね、にこやかな顔でいつもその筋肉トレーニングとしてね、顔の印象を変えるとかね、そういったことっていうのはもう絶対に必要で、基本的に人っていうのは他人もそうですけど、自分自身も無意識に、この人は好きだとか嫌いというのをもうね、0.1 秒ぐらいで実際は判断しているということです。で、顔に対する認知が性格、能力、意図、態度、情動など他人の特徴を推測させるものになっていると。実際は当たってないんだけど、でもね、顔を見た瞬間に、この人は多分こんな性格なんだろうなとかね、これぐらい能力があるんだろうなとかね、この人は誠実なんだろうかとかっていうのをね、もう瞬間的に雰囲気で推測するんですよね。だから顔っていうのはやっぱりものすごく重要ということになるわけです。これ顔と性格が一致してるかどうか、顔と能力が一致してるかどうかは別ですよ。別ですけど、人はそういうふうに判断をする、認知をするということはぜひ知っておきたいということです。そして他者の性格っていうのが認知における評価をほぼ決定づけると。ね、まず顔で第一印象が決まるわけですよね。顔でその人がもう好きとかね、生理的にダメとか嫌いとかっていうのが出るわけですけど、その第二関門として、じゃあね、少しね、知り合った。例えばお話をしてみたとかね、実際に少しこう人間関係ができてきたってなった時に、その人は優しい人だとかね、逆に冷たい人だとかね、誠実そうな人だとかね、結構不義理をする人だとかっていろいろこう性格が出てきて、ほぼ相手に対しての評価っていうのは決まってしまうということです。それはもう事実としてあるわけです。本当はね、もっと人間っていうのは奥深いので、ね、実際は顔と性格ではね、その人のことが分かったとは言えないんですけれども、でも実際はもう顔が第一関門で性格でほぼ決定してしまうという感じです。だから相手の人が優しいって分かればね、やっぱり好意を抱きやすいし、相手が冷たい人と分かれば嫌悪を抱きやすくなるということです。まあ、これは、道徳的な善悪とか倫理的などうのこうのっていうのを置いといて、まあ、事実として人っていうのはそういうものなんだと、そういうふうにして他者を認知してるんだということはぜひ知っておきたいということです。はい、それから合理的な認知と非合理的な認知ということで、合理的な認知っていうのは何ですかっていうと、感情を挟まない。まあ、好きとか嫌いとかね、生理的にどうのこうのとかっていうのを感情を挟まない合理的論理的な認知ということですね。まあ、いわゆるこう事実に近い形で物を見たり
評価したり判断していると。で、非合理的な認知っていうのは感情を挟んだ、もう好き嫌いっていうので見てるとかね、そういう感情を挟んだ非合理的な非論理的な認知ということで、その人の例えば事実とかとはちょっとかけ離れたものの見方ということになるわけです。そして人は論理の生き物ではなく感情の生き物、一般的に論理が1、感情が24っていうふうに言われているんですけれども、圧倒的に感情のエネルギーの方が大きいわけですよね。だから人っていうのは基本的には非合理的な認知っていうのを行いながら社会生活をしていると、ね、道徳的にどうのこうのよりも、もう好き嫌いっていうので、もう相当区別しながら人っていうのはね、判断してるということです。もう嫌いな人が何やっても全部ダメなんですよね、基本的には。ね。もう嫌いな人がどれほどね、優しいことをやってね、どれほどね、仕事を一生懸命やってももう評価されないと。ね。本当はね、そんなのでね、顔とか性格、性格の一面だけ見てね、人を評価するっていうのは良くないことかもしれないんですけど、でも現実そういうふうに行われているということです。はい、そして3番目、帰属過程ということで、人は因果的な観点から出来事を捉えようとしますと。そして本来は、ここ大事なんですけど、曖昧な因果関係にもかかわらず、事実として何が原因でそれが起きたかっていうのは分かんないわけですよ、本当はね。ものすごく私たちっていうのは、もう無限の原因に基づいて、今この瞬間の自分っていうのがいるんですよね。で、今この瞬間何か出来事が起きてるわけですよ。だからものすごい、ね、もうそれこそ数えきれない無数の原因に基づいて今この瞬間何か出来事が起きているわけです。まあ、それを仏教的には縁起っていうわけですよね。縁っていうのは何か特定の原因というわけではなくて、ありとあらゆるそれこそ自分とか他者とか社会とか全て全部含めた上で、ものすごく膨大な数の原因。だからもうはっきり言って曖昧だし、頭の理性とか論理では捉えることができないんですよね。これが原因でこれが結果が起きてるっていうのはね。曖昧な因果関係にもかかわらず、特定の原因に帰属させようとする。これは脳の特徴ですよね。人間の脳っていうのはめんどくさがりなので、ね、これが原因でこれが結果って言って1対1でこう結びつけようとするんですよね。ね、もうこれが原因なのでこれが起きてるんです、これが原因でこれが起きてるんですっていう風にね、はっきりさせようとするわけです。曖昧なものを曖昧なものにしておくっていうのは脳にとってストレスなので、あ、これが起きたのはこれのせいだなっていう風にね、もうすぐね、こう1対1、原因が1、結果が1みたいな感じでこう結びつけようとするんですね。この結びつけようとする過程のことを帰属過程という風に言うわけです。何々のせいでこの出来事が起きたというふうに考えるんですね。これはもう全然事実と何の関係もない、本人の単なる思い込みですけど、人っていうのはその思い込みをしながら生きているんですね。で、その思い込み自体も合理的な認知に基づく帰属過程、ね、合理的に物事を見たり判断して思い込む場合と、非合理的、もうそもそも物の見方、人の見方自体が歪んでる状態でさらに思い込むっていうのの両方があるということですね。で、合理的認知による帰属過程ね。まだ、もう、ある程度ね、こう、合理的、論理的、冷静にものを見たり、判断したりする場合です。それを、は、原因として人、外からの刺激、時や状況の3つから考えるということですね。で、合意性ということで、他者の反応と一致しているかどうかですね。まあ、人の意見が気になるということです。それから弁別性ということで、他の刺激と区別してその刺激だけに対して特別なものかということですね。そして一貫性ということで、時と状況に関わらず一貫しているか、この3つを重視するということです。周囲の他の人たちと同じか違うかっていうのを重視したり、もしくはその出来事特別の原因なのか出来事なのか、もしくはいつもと同じ原因出来事なのか、そして昔と変わらず今も同じように一貫しているのかっていうのを人は重視するんですね。本当はですよ、これ帰属過程そのものが本当は思い込みなので、この帰属過程があるうちはね、なかなかこう大きくこう飛躍することができないんですよね。だって本当だったら他人と自分の意見が一致してるかどうかって本当は関係ないじゃないですか。ね。だって他人は他人、自分は自分で、みんな特別でありオンリーワンなんだから、基本的に人と一致してる場合もあれば一致してない場合もあって、基本的に自分の直感っていうのがね、周りのどの人とも違うっていうこともあるわけだから、本当は他者の評価って関係ないんですけど、でも人っていうのは思い込みで生きてるから、やっぱり他者が、ね、やっぱり、ね、A さんも B さんも C さんもやっぱりこうだっていうふうに言ってるっていうのをやっぱり重視したいんですよね。
弁別性というのもそうですよね。他の出来事と同じだったか違うかっていうのもね、本当は大事じゃないんですよ。なぜなら今この瞬間に起きてる出来事っていうのは新しい出来事だから、ね、まあ、そう過去どれだけの、事実とか歴史を並べたって意味がないんですけれども、でも人っていうのはやっぱりね、区別して判断したいんですね。まあ、これは全て脳の働きと言っても仕方がないかなと思います。一貫性もそうです。人が成長すればね、当然意見とか解釈っていうのは変わる方が当たり前ですよね。幼稚園の時の自分と高校生の時の自分が同じ意見だったら、その大丈夫かってなりますよね。人って成長してるはずなのに、幼稚園の時からずっと言ってること一緒じゃんとかってなると、その人ってどれぐらい成長したんだろうっていうことになるんですけど、なぜか大人っていうのはこの一貫性っていうのを重要視するんですよね。急にね、その社会生活22歳とかで社会に出てきてからはね、もうずっと他人も自分もね、同じ意見っていうのを持ち続けている、また持ち続けている方がいいというふうに思うわけですよ。いわゆるこだわりがあった方がいいと思うんですね。で、それはもうすべてね、人の、なんていうんですかね、本質っていうか、人っていうのはそういう生き物なんですね。その真実とか真理が知りたいわけじゃなくて、その人自身がそういうふうな性質っていうか性格を持ってるわけです。で、この合意性、弁別性、一貫性っていうのはちょっとね、言葉が聞き慣れないので、具体的な例でちょっとご紹介したいと思います。例えば A さんがある映画を見て面白かったと言ったとき、自分も映画を見に行くかどうかですね、その映画を見に行くかどうかを決めるときに、この合意性、弁別性、一貫性っていうのをこう無意識に判断するんですね。合意性っていうのは、A さん以外の人も面白かったって言ってるかどうかね。A さんが面白かったよって言ったとしてもね、B さん、C さん、D さんはね、いやあれ面白くなかったって言えばね、合意性がなかったっていうことで見に行かないっていう判断になるわけです。そもそも帰属過程そのものが歪んでますからね。合理的なんだけど歪んでるんです。でも本当は関係ないんですよ。自分が直感的に見に行きたいと思ったらね、見に行けばいいんですけど、でも人っていうのはどうしてもね、多数の意見っていうのを参考にしたいんですよね。そして弁別性ということで、A さんは他の映画と違ってこの映画は面白いと言ってるかどうかということで、ね、A さんはどんな映画を見ても面白いっていう感想を言ってるんだったらあんまり参考にならないですよね。A さんどうだ、映画どうだったって言ったら面白かった、面白かった、面白かったって、あ、この人何を見に行っても面白いって言ってるんだなってなると、あんまりこう参考意見としてならないわけですよ。でも A さんはあの映画はね、ちょっとつまんなかったとか、あの映画はね、まあまあだったよ。で、今回の映画はものすごく面白かったってなったら、今回は面白いんだっていうことで参考になるわけですよね。これが弁別性です。そして一貫性っていうのは、A さんは映画を見終わった直後も1週間後に再会した時も同じ感想かということで、見終わった瞬間にね、興奮してね、いやーすごかった、面白かったって言って、1週間後はね、なんかね、でもよく考えたら、なんか結末がね、ありきたりでね、ちょっとね、ってちょっとね、映画代がもったいなかったかなってちょっと後悔してんだよねとかだったら当然見に行かないですよね。でも映画を見終わった瞬間興奮でね、面白かったって言ってね、1週間後やっぱりあの映画見に行ってよかったなっていうふうに言えば、あ、自分も行こうかなっていう気になるということです。合理的認知に基づけば他者も面白かったと言っていて、 A さん以外のいろんなたくさんの人が面白かったって言っていて、まあだからね、レビューとかね、そういったのがすごく重要視されるんですよね。そして他の映画に比べて面白かったと言っていて、 A さんが一貫してね、面白いと言い続けてたら、その意見感想を聞いた自分も映画を見に行こうとする。これが合理的認知に基づく帰属過程ということになります。ただ繰り返しになるんですけど、帰属過程自体がはっきり言って思い込みですからね。帰属過程に従って生きていてもね、あまり大きなね、いわゆる成功っていうのはできないんです。たとえ合理的な認知に基づいていたとしてもですよ。合理的な認知に基づいていたとしても、帰属過程を何々のせいでこうだっていうふうにね、ある特定の原因をある特定の出来事に結びつけようとしている時点で、もう実はね、大きな成功というのはないわけです。ただ、まだ今からご紹介するものよりはマシと。まだ合理的認知に基づいている分、まだマシだということです。で、今からもっとひどいわけですね。しかし人は非合理的ですということです。なので大抵は自尊感情によって歪みを持って認知すると、ね、帰属過程そのものが当てにならないのに、その帰属過程に基づく原因がの認知自体ももう歪みがあるということなんですよ。だから全然人の意見とか解釈なんて当てにならないということです。
例えば、原因として人に関する内部属性を過大評価し、状況要因を過小評価するということです。人に対しては過大評価するんだけど、状況は過小評価するんですね。だから何かね、成功者を見たときに、あの人は才能や努力のおかげでうまくいったというふうに、こう人の原因というふうにまあ見るんですね。実際だからありのままではないわけです。ね、本当は人と状況と両方が同じぐらい評価されないといけないわけですけど、ね、もし、人が何らか大きな結果を出したとしたらね、あの人は才能があったからとかね、あの人はすごい努力したから、だからうまくいったんだ。で、この歪みがあるからこそ、教育っていうのはね、努力とか気合とか根性とか重視するわけですよ。努力、根性、気合さえあればうまくいくと思ってるし、努力、根性、気合が足りないからうまくいってないっていうふうに思うんですね。実際そんなことないんですよ。実際はそのね、達成するための状況っていうものも、大事なんですよね。その人はその時代、その国、その環境だからこそうまくいったってこともあるわけです。そして他者に関しては他者本人の原因にもかかわらず、自分自身の場合は自分以外のせいにするということです。ね、あの人が失敗したのはね、あの人のせいなんだよ。しかし私が失敗したのは私以外のせいと、これが人の認知の歪みなんですよね。どっちかにしてほしいということなんですよ、ね、あの人の失敗はあの人のせいなんだったら、私の失敗は私のせいですよね。なんですけど人はそういうふうには思わないんですよ、ね、あの人の失敗はあの人のせいなんです。しかし私の失敗は私以外のせいというふうに思う、ね、そういうそれぐらい人の認知っていうのは歪んでるということです。さらに自分がうまくいった場合の原因っていうのは、自分の能力の高さや努力など内部に原因を帰属させるのに対し、失敗した場合っていうのは課題の困難さや運の悪さなど外部に帰属させるということです。私がうまくいったのは私のせいですと。しかし私がうまくいかなかったのは私以外のせいということです。これもさっきと一緒ですよね。どっちかにしましょうということなんです。私がうまくいったのは私のせいって言うんだったら、私がうまくいかなかったのも私のせいですよね。なのに人はそういうふうには思わないんです、ね、私がうまくいったのは私のせいだけど、うまくいかなかったのは私以外のせいというふうに思うんですね。すべて自尊感情、まあ、エゴですね。で、認知の歪みの大きさっていうのはどれだけ自我が強いかと。エゴが大きければ大きいほどこういうふうに認知が歪むんです。自我が強ければ強いほど自尊感情っていうのが大きくなり、人や他人、状況などを正しく認知できなくなるということですね。若い頃はいいんですよ。セルフイメージが高くてね、自尊感情が大きいっていうのはね、勉強とかスポーツとかね、就職活動とかね、そういう感じでね、どんどんね、うまくいく場合があるんですけど、必ず壁にぶち当たるんですよね。見てもらったらわかると思うんですけど、絶対人から嫌われるんですよ、こういう人って。ね、もう自分がっていうような人ってね。だから、ある程度のね、自分の努力とか才能だけでいける部分の勉強とかスポーツとかね、就職活動とかね、まあ、昇級昇進活動みたいな、それぐらいであれば、まあ、駆け上がることができるんですけど、やがてね、必ずこう、社会からね、頭を叩かれるという感じです。もう、基本的にね、こういう人っていうのはね、一緒にいて楽しくないんですよ。自分自身、私がって、私の努力のおかげでって、私の才能のおかげでと、ね、いう人っていうのは、まあ、周りからどんどん人が離れていきますよね。で、本人だけが勝手にね、高いセルフイメージで社会を見てるだけで、実際はね、正しく世界っていうのが認知できてないということです。まあ、浮いてしまうということなんですよね。だから、人っていうのはね、やっぱり40以降っていうのはね、どんどん自我っていうものを小さくして、やがて消滅っていうのをね、目指していって、一回ね、20歳ぐらいまでで作った自我っていうのを崩壊させていく必要があるんですよね。まあ、40超えて、50超えて、60超えてね、まあ、私がってね、自分が努力さえすればとかっていう感じの人っていうのはね、やっぱりいかないですよね。人の協力とか応援っていうのがほとんどもらえないということです。なので、人の意見や解釈の 99.99% は真実や真理ではなく、ね、なぜなら自我があるからです。認知が歪んでるんですよね。相手の一個人の意見や解釈に過ぎないということは、ぜひ知っておきたいということです。
はい、今回のまとめです。社会的認知っていうのは、自他の性質、対人関係、または社会環境や出来事などをどのように見て、どのように認知、判断、解釈しているかに関する知識や習得過程ということですね。人はその人特有のものの見方、考え方っていうのを持っていると。なので、ありのままからずれているということですね。そして自我が大きければ大きいほど、エゴが強ければ強いほど、認知そのものがずれていると、歪んでいるということです。で、自我が大きければ大きいほど自尊感情というのが高まり、認知のズレも大きくなるということですね。で、この事実を知った上で対人関係を結んでいく、社会で、ね、生活していくということがすごく大事です、ね、そうすれば逆に争い事とか紛争とか、ね、減るんですよ、ね、もうお互いに自分もそうだし相手も正しく認知できてないわけですから、ね、両方とも間違ってるわけですよね、簡単に言えば。だったらもう争い事にならないわけですよ。争い事になるのは何でかって言ったら、自分は正しくて相手が間違ってるって思うから争い事になるわけで、実際はそうじゃないんですよね。相手も間違ってるかもしれないけど、自分も間違ってるわけですよ。だって正しく認知できてないから。なぜならエゴがあるから、自我っていうものがあるからですよね。一回頑張って20代とかの時に頑張って自我っていうのを確立したばっかりに、ものが正しく見えなくなっているわけですよ。であれば、それを知ってるのであればね、絶対争い事とか紛争とかっていうのにはならないわけです。で、だんだん自分自身が自我っていうものを小さくしてね、やがて消滅させていくことができれば、その時初めてありのままを事実を事実としてね、出来事を出来事として全て中立っていう形で見れるようになっていくということです。はい、次回43回は認知的不協和というテーマの予定です。次回もどうぞお楽しみに。もし今回の動画がですね、あなたの理解を助けたということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。